まあトイレの窓ねやっぱ寒いんだよねアルミッしが冷えんだよねねでこうやってやってね発泡汁切るのもめんどくさいよねまあこれいっぱいあんだけどねこれがね歯切れになっちゃってんだよねああちょっとだらしなく歯切れになっちゃって、ね、うまく使えないこれ金内で1枚も使うというね1百十1 0円100ダイソーで買ってきた不織布1枚そのまま切らずにね上よりも下をねよくこう隙間なくね これ2枚になってるからねちょっと頭つかないと綺麗にならないねねでこういうのこう入れてねねまあこういうふうにはちょっと寸法が合ってないねで切ったりしたからねこれ歯切れだからねねほんでもって下をこうやっていけばねこっちの方が楽だよね作業性がいいからねこっちの方がね あ発泡スチロール買ってきて切るってのは意外と面倒くさいよねでも,もう110円おごるんだったらここに下にもね下隙間開かないようにこうやっておくといいねだいぶ違うよね断熱効果ね安くて効果的だねはいまあ基本はねあのしっかりしたカーテンがあればカーテンの裾を突っ張り棒で止めるだけで十分なんだよねで上の方は少し隙間があっても特に問題ないよね でまあそれだけじゃちょっと寂しいかなとか寒いかなと思ったらここまでねあのダイソーの110円の生地あの不織布結構大きいんだよあれ1枚丸々使っちゃうといいよねあの普通の大きな窓でもねあんまり大きかったら2枚使うとかねあんま切るとめんどくさいから切んなくていいよねで突っ張り棒でどん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 押さえて、ね、動画的にはねポリカーボネートのねあのプラダン2層構造になってるやつを切ってきれいにはめるっつうのあれそれもねあの 動画的にはねあの工作した作業した DIY ですって、ね、話になるけどあれも熱がかかるとね夏場は大きく伸びちゃうで歪んできたりね冬は縮んだりね意外とね熱を通すか通さないかっていう問題だよね意外とあれ熱を通すからね断熱効果意外とない気がするんだようちもいろいろやったけどね。 やっぱり一番いいのは障子紙みたいのが一番いいんだけどね障子紙だと高いから不織布っていうのを最後にたどり着いたのがね不織布だと切らないでできるからねでとにかくねダイソーで110円で売ってるからねあとつっぱり棒だからねで誰でもできるっつうの、まあ、ここにたどり着くよねでカーテンがしっかりしてたらこの不織布すらいらないよねつっぱり棒でカーテンの裾を抑えるだけで OK? 裾に隙間があるとあの窓のサッシでアルミの部分で冷えたあの空気が落ちるんで下にね下に落ちてこないように止めちゃえばいいだけであってねだ上の方に隙間が多少あっても特に問題ないんだよねとにかく下に冷たい風が落っこちないように下を止めればねまあ自分が今座ってるここね場所ね、まあ、そんな広くない場所なんだけど、まあ、パソコンが。 まあ2台モニターついてて上昇気流が出るんだけどね熱が上がるんだよ夏なんかだからパソコンの熱で結構暑くなんでこの狭い部屋がねだけど冬になるとパソコンの熱が上に上昇気流で上がるじゃないすると上に上がった暖かい空気が上にある冷たい空気を押して下に落としてくるっつうのだけどそんなにほら暖房つけてないと上も温まんないんだよねだからね大流が起きて パソコンをつけてててじっととしてるとね、上から風が吹いてくるの、ここだから換気扇があるわけじゃないし扇風機回してるわけじゃないしまあ回ってる人としたらパソコンのファンぐらいだけどそんなビビったるもんだからねだけど上から風が吹いてくんだよねフ <laughs> い,いお疲れ様でした。